お疲れ様スロットです。今日はですね、こちらのミラーゴーレムデッキやっていきたいと思います。今ねマルチでもだし、あとはグラチャルとかでもなんかこのゴレがね、はい、使われてます。まあ、なんかユニット4枚しかいないんですけども、まあ、ミニペミラーでね、あの流行りのエリジェとかを倒そうぜっていう感じかな。なんかソロとかも少ないように見えて、結局ミラーあったりとか、あとザッププラスのもう一回ザップとか、トルネプラスのもう一回トルネとか、なんかいろんなね、シャレたこともできるので、まあそういったところで結構幅広く勝てんのかなということでさ、やってくんだけど、さっきね、なんかメンテナンスが来て、バーバリアンがなんか可愛くなりましたね。ドット絵っていうんですか。そう。次のバランス調整でなんかこんな感じの、またいろいろ調整とか、なんかドット絵のスタンプが出るみたいなことも言ってたんですけども、なんかいち早くね、登場しましたね。まあでもババは弱いんで。はい、まあ、こういったところで頑張ってもらいつつ使えませんということでやってみましょう。ノバイブ系よろしくー。あ、ミュートにしてる。俺定期的に負けて煽り連打されるとね、たまにミュートにする癖がある。さあ来た。じゃあいい、まあジャイニャゴレでいいやろっちゅう。で、あのこれゴレミラーデッキといえど、まあゴーレムミラーしないんだよね。するときなくねっていう。これ急コスよこれ。いやだから最後の最後のなんかワンチャンを掴むための8枚ミラーゴレぐらいはありそうだけど、それまでは基本的におとなしくやっていく感じかな。まあ痛いな、ゴルナイ出せばよかったかな。スケダラちょっと強そうなんですよね。よいしょ。さあ、まあ基本的にはスケドラミラー、ミニペミラー、ダクネミラー、呪文ミラーって感じかな。あー、なんで今ザップがないんだよ。さあ、ザップあれば世界は変わってましたが、これで鹿島ゴレいけるときはギャッツだったよね。あれ、そう、俺多分鹿島ゴレして欲しくないジャイだと思われ、トルネザップでしばいていく。で、次、スケブ来ても、ザッパン。多分、ガフムレって、ミラーザップで溶けるんじゃなかった？あれ？あんまザップっていう呪文使わなすぎて、把握できてないんですけど。もしかしたら、スケブにザップ打った後にガフムレとかにもう一回ザップ打ったら、1個上、2個上のザップになるので、溶かせそうですね。はい、ガフムレも溶かせると思うんで。まあ、ザップザップがその辺強そうかな。やべ、これダクネ出してなかった。あの、ゴーレムデッキはダクネをとりあえず何も考えて出してください。はい、ダクネ出してからスタートです。さあ、で、この辺はね、もう、巻き込んで巻き込んで、相手のザップで行かれちゃいますけど、ザップで、ピュッ。でも、ザップあるとゴーレム、相性良さそうだな、スパンキー。どうなんだ、どうなんですか、その辺は。一回落ち着きのケツゴレやらねざっか。よいしょ。あれ、これ無視したらやばい。壊れゴレない。いや、壊れすぎ。どうする、悩んだ末に。よいしょ。ダクネミラーで1個目のダクネスケドラやられても2個目か、止まらんぜよっちゅう。やばい。お、不死身かあいつ。頑張れ。あんま強くねえな、ミラダクネ。さあ、険しくなってきてます。多分スケドラは強いんだよな。さよなら使った。これフィーバーしちゃうぜ。全部スケドラで守る。よしよしよし。いや、スケドラ強っ。いかつくね、許容しちゃうからの。いや、これ絶対行きすぎぞ。スケドラ最強やで、ね、これ来た。ゴルナ走ってスケドラがミニペがなんか出るな。うーい。さあ、
けどミラーが正解でしたね。まあ相手のデッキとかにもよるかもだけど、さらにしょ、まあ今みたいな感じで相手によってミラーの選択肢をいじるって感じかな。ミラーこれ、ミラーこれ使うのか、これ怪しいけど、ミラー好きだな、ミラーチュー、ミラーなんか、まあ後半強そうっすね、より。うん、ダクネミラーもできるし、何でもできる気がする。とりあえずゴールでいいんじゃね。ダクネないのがしんどいですけどね。バスキキンだと、おお、ヤザで溶かされたらやだ、ファイボもやだ。さあ、まあここはダメージそんな受けてないので、よしとしよう。お、出た、イリババ使い、ミリペ使い、あるあるザップだけ早いし CM がいいやつ。いやこのザッピー結構痛いんだよね。ザッピー2体さ、最初にねこれ右の方打ってんのに、このリセットでたまにね左に変わることあるんですよ。つるじゃんつって。さあゴーレム回して、まあスケギンからか。あー、インドラ、インドラですって。いや相手の呪文が分かんねえな。ヤファイブかヤザップの2択っすよ。いや雪マンだ。お、それはポイズンでした。全然違った。お、やばいこれ、待って、わあこれ嫌だもん。ヤポイズン使ってしな、許容するか。この許容はどうですか。痛いです。でまあトリトン、トルネードスケブザップかな。いや、いらないとか。ダクネ13だろお前、ちょっと頑張れや。畑変えて、いやインドラ痛すぎたなあれ。さてはあのインドラのせいで、いやでもダクネミラーしたい。ダクネミラーが最強時代があったんですよ一時期。まあここは無理なので、トリトン、トリトン全然来ねえや。来れない、奇跡よマジで、奇跡よ。お前ならいける、お前しか無理だ。いや強っマジで全てを台無しにする。いやスキル使ったなこれ。いやヤクザ、ヤクザこんな。まだもう一回ミニペあるんでね。よし、さあ全然よしやね。これスケラ来たらトルネで剥がしますって言うのに、なんか来るんで、まあこれ一回行っていいんじゃない。結局守られるっすけど、ボブ使ってくれりゃええやろ。じゃあボブ使ったらこの後守りやすいですね。あれ、なんか最強がいるな、さっきからあいつのおかげでなんとかなってる。甘えてないですか、ね、お虫。よいしょ、出したいよね、出したくなるよね。おじさんトルネードが入ってるんだ、やつよ。やべえザップね、いやええか。おいミニペハッスル、ハッスルしていいぞ今だけ。この端前で止めてあげて、あう、この負け筋。さあこれでゴールが届いて、おい、ヤッキーヤッキーのがあるんだこれも。でもゴーレムって基本的にこのインドラポイズンとかマジでお似合い性悪いんで、ミラーのおかげで勝てました。つけたら
いやマジでミラーのおかげ説あるよね。1周目ポイズンで打たれたもの、ね、2周目ミラーで呪文ないサイクルで戦える。さあ、いや激アツだぞ俺今の言ってるの。さあウッドゴーストはまた珍しい組み合わせな気がする。いや3種ぐらいしかないな。3種でしょ、一旦組んじゃえこれだくらい。であとはウンドロータエリポン僕きついんでね。うわアイゴレ型だとハンターとかいるんで、ヤスとかエリポンもいるからいいね。さあダクネから行かれてる、それきつい。これでやってくれたら金ケドできるんだけど。サボリでいた。いやー銀ギロでかい。あでも顎がいるとエリモン、ですよね。さあまだまだ激渋ちゃん来ましたけども、ああ耐えるしかないですね。まあ許容しまくって耐えて、エリポンの波動なんとか回収して最後に生きて帰りたいが理想かな。まあリークないんでね、このデッキ僕相手はしっかり守ろうぜっていう感じか。おお、まあ顎が上がり、あるもんな、これは。あ、これやばいな。いやでもスーパー耐えれそうな気もしないことはない。無理ですかねこれ。もう一発軍手が暴れてくれたら痛い。いやまあ無理です。よいしょ。あ、スケダラ追加しなかったワンチャットか。ほら勇者になれ。なれません。はい、いやマジエリポン、さっきまだなかったっけ、気のせいか、戻ってねえか。いやエリポン嫌だな。エリポンなくなるわ。俺初手これしてエリポンとかぶせて一時交換とかできるとなお預かったかなっていう話かな。エルバボも優秀です。もう一回スケドラ行ってみたいなできると強かったですけども、耐えれなかったので無理と。これなミラーがなかったっすね。これミラーがあってアイゴルいなかったらね、もうハッピーダクネタイムだったのに。さあ古城ババがバッチついてるんで、ペッカか神器か神社来てくんねえな。私エリポンだけやめたし、てかエリポンも買わなかったのか今回バランス調整やばいね。強えやつが残ってやがる。ラム強化されるラムです。走るまでが速くなるみたいな強化が入ってた気がするな。でっかいのかな。おお、さあおとなしくゴールで受けるぜ。やばい、これ角度が。いや、大丈夫。いや、言うてこれダクネ結構溶かしてくれるかな。これ、スケダラ最強っす。高めにしして。ぽい！もう一枚ぐらい来た。もうミニペッカ。いや、これゴルナイ追加熱いっすね。ミニペだと防衛ライトなんですけど、ゴルナイだと防衛ライト下取ってみる。うまく見える端前に。もう一回、あもしかしてめちゃくちゃうまく見える。いや強い。いや見て、あ相手も同じことしてきた。
いや強っ、金で2000万って。さあ守ったのでいいんじゃない、なんか相性きついの多いな。でもなんか理論上実はいいのかもしれないけど、うん、乗れないね、乗れないね。耐えて。なんだよ、ラムちゃんが。これ、知ってるか、一旦。なんか中途半端なボイになっちゃった。でしっかり形を組んで、これ相手右ベロゲームきついから、だから右行けよ。オーケー。結構いい気がするけど。トルネゴルない初。これは勝ちました。ミニペがぶっ刺さってんの、依頼信号。来た、ハッスルタイム。うまい、ミニペゲーです。いやミニペとスケドラが大活躍してるさっきから。いやいいんちゃう。続いて、ケツ、これはダグネがないので聞きません。ダグネいれば最強なんで、やりとく。ゴルダイも出しとく。あやつが、いやマジで取りあえず出しちゃう。あーロイか、おーおいしいな。これあでもヤファレモのやつだな、これ。いやタゲがよろしくない。ザッピ処理して、おん抜けて、惜しい。おーさあ、キョウスケスケル本日2度目。間の呪文を知りたいけど、ファイブエアーが多いっすね、この方は基本的に。ザップ温存からの、やってみたいだけどね、ゴールデングレーミラー。いやコスト足んねえ、全然足んねえ。よいしょ。これでもさ取りとはいるかな、いないね。さてやばいな、これダークネミラーの時か、これ。お最強来る、やば。まあ防衛ゴレみたいなのがあるんですよ。うわめっちゃいいファイボー。おこれ、
やマジダフニミラー激アツじゃない？これで右側も警戒できるでしょ。で左に来たので右に、あ、俺買ったんだね。やべ、いやもうゴール届いてる。いやこれ右側パンケーキ、あーパンケーキゴールしたの。いやこのケツダクのキーク熱い。いやさすがにこれは神これ。守って。いやなんで逆行った。帰る時。いやナイス足場見て一発下がってほしい。いやでかい、マジでやばい、大ピンチ大ピンチ。ずっとよかった見せ、やべえ危なすぎる。いやでもなぜ勝てたんだっていう話ですよ。わかんない、ダクネかナイスダクネ。いやマッチング結構きついのばっかだなと気がしましたけど、まあそんな中でも結構勝てましたんで、はい、こちらのゴレミラー皆さんもやってみてください。よくればちゃんと声もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。